万円しりとりドボンゲーム。どうしたの、アキト？どうせと、もちろん。はい。ということで、はい、以前アバンティーズさんがやられていた、はい、ドンキホーテで1万円を超えたらダメみたいなゲームがあるんですけど、はい、やりてえなと思って。シンプルにね。パクります。俺らはまあビレッジヴァンガードやろうということで、はい、来ましたビレ版に、まあ。ルールとしましては条件1万円にしまして、まあ、順番にね、例えば1000円のもの買ってくる、1000円のもの買ってくる、3000円のもの買ってくる、6000円のもの買ってくるって言ったらレイがドボンで負け。商品は見れるけど金額は見れないっていう風にします。ドボンかどうかはカメラマンのカイトが計算して逐一発表してもらって感じしましょう。というわけで今回はビレッジヴァンガードで1万円ドボンしりとりゲームやっていこうと思います。やっていきましょう。はい。じゃあ、ぽい。よし。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ちょっと目つぶってもらっていいですか。あ、はい、はい。はい。じゃあ、目開けてください。はい。はい、こちらでーす。かわいい。ぴょーぴょーぴょー。買いそうだわ。うわ、わかんねえな、相場。いや、わからん。ガチで相場わかんねえ。相場ガチでわかんねえ。うわ。しかも、商品名何これ。いやー、ウサピョン。あ、違うわ。めっちゃ忘れてた。ウサピョだったら負けだよ、お前。あぶねー。ユニコーンピョコミミピピ。はい。いやちょっと予想はねついてるけど分かんないよね。うわー、うぜー。ちょうど分からん。あんまり分からない。私が買ってきたものは、はい、こちらです。ピュアーピュアエッセンスフェイスマスクローズ。ピがない。ないよな。ピがね極限にないんで、ピを探して。行ってきますね。じゃあず、はい、いや、すいません。はい、はい、図があまりにもなさすぎて、はい、巣に変更しました。あ、買ってきたものはこちらです。うわー、スヌーピーよ。スヌーピーのスヌーピー60年代ビーンドール。おー、ル、ルタ。まだセーフです。あ、まあ、そうですよね。行きましょうか。すごいよね。結構マジで。行きます。僕の持ってきたルアー、ルポルタージュ追悼記事です。漫画ね。漫画か。いやもうね、ルがねこれしかなかった。マジでなんか自家しですごい余裕だ。これは予想しやすいよ、だいぶ。まあでももう半分ぐらい。はい、いいですか。はい、はい、こちらです。これあのシャクレプラネット。あー、チは多いよ食べれる。チチンコとか。あ、チンコじゃない。ちなみにドボンではないです。はい、パンダの穴は結構するだよなぁ。でもなぁ、めっちゃ時間かかった。カイトが逆ナンされた。カイト逆ナンされた。いいから。そんなことはいいから。はい、ということで買ってきました。なんだっけ、チだっけ。チです。チか。チ、チ。ごめん。こちらです。おぉ、スコーボールバラエティなんちゃら。うわ、アソート。アソート10日。うわ、うわ、いくらだろこれ。え、俺ワンチャンちょっとあると思うんだけど。え、ワンチャンあると思うね。結構ね、高いと思うよ。まだまだない。おぉ、攻めます。2周目、はい、こちらです。うわ、えトイストーリー4ミスターポテトヘッドオリジナル。え、これやばい。いや、やばいですね。攻めすぎないんじゃない。うわ、でも結構フィギュアって高くない。やばいよ。3000円ぐらいするんじゃない。まだまだセーフです。え、まだまだ。じゃあもっち行ってきてください。行きます。じゃあ見覚えのある薄さだな、おい。まさかお前。まさかお前。早いし。いいですか。早いしな。こちらです。え、あれ違う。あ、ネズダあるよ、大丈夫。あ、どうも。ルーニーキューンズぬいぐるみ巾着です。え、結構これやばいよ。これさ、無料のラインついてきたな。怪しいよ。なんかぬいぐるみとかあったんだけど、まあ、それは正直なんか値札書かれてなくて怖かったから、まあ、しっかりしっかり。ドボンどうですか。いや、でもこれ俺あると思うよ。マジでワンチャンあるよ。いや、これね、お、ドボンじゃないんです。おーい、マジで。まだか。これいったな、結構。いや、もうじゃあわかんないわ、俺。うわ、レイあるよ。あるな。じゃあ行ってらっしゃい。行ってきまおう、はい、え、クー早い。早いね。クーなんか3分ぐらいできた。早いね。来たわ。僕が買ってきたもの、こちら、靴下。すごい。まんま靴下。いや、でもまだいけそうだな。どうだ。緊張の一瞬。なんと。お、なんと。なんと。なんと靴下。ここで。お、え。セーフです。え、あ、じゃもうわかんねえ、本当に。なんだ。俺の計算ではもう1万500円ぐらいいってる今。じゃあ次、タカラ。乗せですね。あー、これはちょっと。うわ、怖っ。これでセーフとか、いよいよ乗せてきついと思うんだよね。もうやばいって。
タミフルとかいうなんかこのぐらいのやつ買ってこなければ大丈夫。タミフルってお前それあれじゃん、薬じゃん。そうだね、そうだね、レバーで薬そうだね。若いじゃん、早っ早っ。え、しかもデカデカ攻めるね、攻めるね、やばいやばい、それやばい、攻めた。俺の計算上だとこれはめちゃめちゃちょうどいい。マジ俺が想定してた値段の100円下こちらです。たべっこ動物だ、たべっこ動物。はい、700円ですこちら。あ、言っちゃった、言っちゃった、言っちゃった、やった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 。え、やばいんじゃない。いや、俺的にはもうとっくにドボンしてる。俺もこれでドボン。もう次の春樹で、じゃあ食べっこ動物お願いします。ちょっと待ってくださいね。いやー、いや、いけると思う、いけると思う。700円はアウトだよ。いきます。はいはい、デル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 、やばいやばい。あー、やだ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 、金ない金ない金ない。うざい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 。